レーション。レーションとは、本来は、食料などの配給品、特に期間を区切って支給されるものであるが、一般的には軍隊において、軍事行動中に、核兵員に配給される糧食、コンバットレーションを呼びことが多い。本港ではこのコンバットレーションについて記述する。日本では、野戦食や、戦闘食、戦闘糧食、 野戦糧食、専用糧食、携帯香料などと呼ばれる。また、正式な用語ではないが、払い下げなどで一般に出回った、コンバットレーションを、近年では、ミリメシ、メシの略と、通称することもある。これらの食料の多くは、劣悪な環境における輸送にもこらえる保存性と、摂取カロリー量の確保を市場目的としたものである。古くから軍隊では、 軍事行動中の食料平坦の量的な問題に頭を悩まており、また、劣悪な環境により伝染病が発生しやすいこともあり、最も基本的な食料を衛生的かつ大量に輸送するため、保存性に優れ、また余計な手間のいらないものが求められてきた。その一方で、平時よりもはるかにストレスの溜まりやすい戦場では、食事は栄養補給のみならず、 重要な娯楽でもあり、兵士の指揮にも関わるため、味の改良も進められている。今日のコンバットレーションと呼ばれる食品は、皿も食卓もない屋外でも食べやすいよう配慮がなされている。缶詰やレトルト食品、ビニール袋に真空密封包装されたクラッカーやパンなど、一つのパッケージに収められたものが主流。スプーンなどの簡単な食器、キャンプでいう武器がつく。 兵員の興味を引き、ストレスを和らげ、兵士の指揮向上や気力の維持に効果のある取れるチョコレートやガム、飴などの菓子類が付属することもある。食品を温めるためのヒーターと呼ばれる固形燃料、コンロや生石灰と水の反応熱を利用したものが付属されており、温かい食事を取れるように配慮されたものもある。なお、これらは今日の軍隊が 災害救援に動員されることも多いため、軍組織が一般人保護活動の一環として、被災した民間の人々にも配布することがある。日本赤十字社では、お見舞い品セットという段ボール箱入りの保存食、内容は、缶詰、缶入りドロップなどを、緊急時に被災者へ配布することもあるが、この内容も、市販のカラフルなパッケージのものであることを除けば、レーションの発想に近い。なお、 日本赤十字社のお見舞い品セットは1998年、平成10年まで、正規付けのウイスキーのポケット瓶が同梱されていたが、特定非営利活動法人、アルコール薬物全国市民協会、アルコールハラスメント参照の講義により外された。これは口述するように、一律に配布される性質のため、それを受け取る側の一部に、 その内容物が適さないものも含まれることへの配慮を必要とする部分も絡む。レーションには大きく、個々の兵士に配分されるものと、部隊、小隊や分隊単位で配分されるものに分けることができる。前者には1回分の食事セットとなっているものや、1日分がセットになっているものがあり、いくつかメニューのバリエーションがあり、食事に飽きさせない工夫がなされている。 舞台単位で配分されるものには食材として提供されるものが主で調理して食べることができるため現地で入手可能な食材を利用して工夫を凝らした料理に仕上げることも可能である。また一部にはタバコや種類などの嗜好品が同梱されているものやベジタリアンであることや宗教的な機秘などに配慮して特定の食材を含まないレーションも存在している。古くは 配給品であることから、ろうそくや石鹸、歯磨き剤などの消耗品を含むものも多かったが、現在ではこれらは、食料とは別に配給されるため、今日のレーション中には含まれないことが多い。個人向けレーションには、現地の飲用に適さない水をろか、沸騰させて飲む場合も多いことから、湯や湯ざましに入れて飲用する、ティーバッグや粉末ジュース、インスタントコーヒー、 ココアや粉末スープ類が付属し、食事に彩りを添えたり、食後の娯楽に供するための配慮がなされている。しかし、食事という個人の好みによる部分が非常に大きく、また、国家によっても、食文化や食のタブーに対する考えが全く異なってくるため、一概に、レーションとはこういうものであると、生きることはできない。 長時間の任務を行う紹介機や輸送機などは、基地で調理した弁当を冷凍して積み、食事の時間に解凍して食べる。メニューは、基地の食堂と同じであることが多い。戦闘機などの機内が狭い機種では食事は想定されておらず、非常食を積むだけである。幹線ではスペースに余裕があるため厨房で調理して提供する。駐屯地や基地での通常の食事は、 特にギャリソンレーション、ギャリソン、イコール守備隊、中東地や兵食と呼ぶ、給食参章。古くから、軍事行動における食料の問題は、様々な面で戦争という活動に対して束縛する、ものであり、特に遠征などにおいての平坦での食料補給は、困難を極めてきた。中世時代には、レーションは、食料の形で供給されたのではなく、日分の、 食費を金銭で支給するものだった。兵士は、この金銭を守保商人に支払って、食料を購入していた。この問題に際して、軍隊は胃袋で動くと言葉を残し、早くから軍隊における食料の供給問題に目をつけていたナポレオン・ボナパルトは、常温で長期間保存ができる食品を求めて、懸賞金をかけて、保存食の開発を民間に広く要請した。 これに応えて、1804年に、フランスのニコラ・アペールが、加熱殺菌済みの瓶詰めを開発したが、ガラス瓶が割れやすく、輸送面で難があった。1810年には、当時フランスと戦争状態にあったイギリスで、ピーター・デュランドが、現在の缶詰の原型となる金属製、密閉容器に食料を封入する方法を考案した。当初は、 寸胴に金属製の蓋をハンダ付けしたような容器であったが、缶切りはまだ発明されておらず、のみと金椎を使うか、場合によっては小銃などで缶を打って穴を開け、食していたという。その後、缶詰は改良され、缶切りで開けられるようになり、長らく平員の食料として提供されていたが、どうしても食べた後の空き缶が発見されやすい、メニューが単調で食事に空き、 式の低下にもつながるとして、容器やメニューの改良が続けられた。今日見られる、コンバットレーションのように、一つのパッケージで一食分とするような形態の総合的なレーションが開発されたのは、第二次世界大戦前のアメリカ合衆国で、1936年から1941年にかけて、C レーションと D レーションと呼ばれる2種類のレーションが開発されている。 これらは1920年代に前後して試作された保存用のレーションを原型としており、この原型となったリザーブレーションは、二つの缶に複数の缶詰、干し肉やコーヒー、角砂糖などが封入されたものだったが、保存性よりもむしろ運搬の勘弁性を重視したものだった。これらのレーションは、今日見られるレーションにより近く、長期間の劣悪な輸送環境にこらえるように、 配慮されたものであった。それぞれの食品を缶詰にした上で箱詰めされたり、密閉された缶容器に封入された C レーションとブロック状に圧縮、固形化された食品をビニールなどの包装フィルムで密封した D レーション、現市販されているスナックバーなどに近いものは、第二次大戦から朝鮮戦争を経て、ベトナム戦争の時代に至るまで改良されながら生産され続け、 年間数百万食という単位で生産、消費された。また、これらの時代を経て、C や D 以外の各種レーションが多数開発、利用されている。2000年代以降は、より携帯性に優れ、消費後は、ゴミが少なく、移動後に痕跡を発見されにくい、レトルト食品化や、軽量にすることを目的としたり、体感性を重視した、フリーズドライ化が標準とな、 メニューも多様化することで、娯楽性を向上させたものが登場している。食品加工技術の向上もあり、保存期間の延長も進んでいる。世界的にも、同ュレーションの開発は進んでいる。メニューの豊富なカナダや、味に特化したフランス、市販品や民族料理を多用しており、非常に多彩な内容であるティータイムに大きな優位を持たせているイギリス。 米飯と服食、漬物を組み合わせた日本、暖かい食事ができるよう工夫された中国、ロシア、エネルギー補給に重点を置いたノルウェー、熱量は最大で7500キロカロリーに達するなどの北欧諸国、過酷な保管環境でも内容物に影響が出ないよう、厳重に真空パックされ、ワインやデザートも用意されたイタリア、 密閉容器を破壊しかねない発酵ガスを防ぐように処理された白菜キムチをメニューに加えた韓国と各国の食文化を反映したものが開発されており食文化だけでなく気候や軍の抱える事情もそのままパックされていると言っても良い以下は歴代のもので正式を解かれた現在宇宙食と並んで最も保存性の高い食料品がこれらレーションや それから派生した災害備蓄食料である。災害備蓄食料は、レーション開発において発展した技術を取り入れることで、被災者の心理的なダメージを軽減させるべく、暖かくて味も良い保存食への改良が進められている。また、保存性においても、全く空調管理されていない環境でも5年や10年の単位で保存、備蓄可能なものが開発されている。 軍用レーションとと全く同等であることを歌うものもあるる。こをうもも、のなお、災害備蓄食料においては、セットで一般に市販されているものや、一般的な保存食を組み合わせたものが、存在しているが、よくある、レトルト食品や缶詰であっても、レーションと目されるもの含まれる場合があり、大塚製薬のポカリスエットなどは、日本を含むいくつかの国の軍用レーションでも、市販品が採用されている。 アウトドア愛好者や軍事関連に興味を持つミリタリーマニアなどが軍の払い下げ用品として市場に流通した軍用レーションを売買する市場も形成されており各国の軍用レーションがインターネットオークション上や専門店での販売が見受けられる。なお自衛隊のもののように公式に払い下げられていないものには横領などの犯罪行為による入手の可能性が非常に高く 特に複数個以上の大量販売など購入を行うと共犯行為に該当する場合もあるため購入には最新の注意または入手元の確認が必須とされる。たとえ米軍その他各国軍のもののように正規に入手できるものでも払い下げである以上それは保存期間を経過してもなお消費されることなく流れてきたものであり、また 一般企業の商品のように何らかの安全保障があるというものでもないため万が一破損していたりした場合食中毒を起こす可能性もある。ミリタリーショップやインターネットオークションで販売している場合でも多くの場合は鑑賞用としてという建前で売っておりどうしても食べる場合には自己責任の上でと謳っているケースが大半である。ただしメーカーが 自衛隊向けに市販品を流用した特別仕様の商品や自衛隊向け商品と同一仕様で作られた一般向け製品もあり、ベビースターラーメン自衛隊、仕様、隊員さんのスタミナラーメンなどのように、一部地域での販売や通販、インターネットオークションなどを介して、一般で同等品の購入も可能なものも見られる。2> 第二次世界大戦やそれ以降、主に、 アメリカ軍兵士の食料として、スパムは多く利用されるようになった。このため、沖縄など、米国外の米軍駐留基地のある地域では、同製品を含むランチョンミートを消費する食文化が発展している。なお、しつこい、飽き飽きするという陰語での、スパムは、モンティパイソンに由来するとの説が有力である。軍隊における食事は、一般市民の1.5倍程度の栄養価で、 提供され、コトレーションでは、カロリー面を補うためチョコレートが多用される。ことにハーシーズトロピカルバー、ハーシーエストロピカルバーは、第二次世界大戦当時に、熱帯で持ち歩いても溶けたり腐ったりすることのないように開発された、耐熱性のあるチョコレートである、特に携帯非常食としてのものでは、茹でたジャガイモよりややましな程度という味の条件が、課せられた。これは、 意味であると非常時に必要になる前につい食べてしまい、本当に必要な時には食べてしまった後であるという事態を防ぐためであった。湾岸戦争の折にはさらに耐熱性を高めたデザートバー、意訳すると砂漠塩チョコバーも試作された。日本でも航空自衛隊がイムラヤと共同でチョコレート味ながらも耐熱性をクリアするため洋館をベースとした。 ジャスデフ洋館を開発している。兵士に支給されるアーミーナイフには、レーションを開封するのに役立つ缶切り栓抜きが必ず付いている。近年では、プルトップ缶やデトルトパウチが大半を占めるが、軍用缶詰めでは空中投下に耐えられるよう、あえてプルトップとせず缶切りを要するものもあり、依然として標準装備として支給されている。ガリルアサルトライフルのように、 兵隊が支給された食料を食べるために缶を小銃で撃って開けたり、銃剣で開けたりといった事態を防ぐために線抜きを付け足したケースもあり、こういったアーミーナイフの支給も銃剣を壊させないための予防策と言える。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。